カイル・アンドリュー・ウォーカーは、イングランド・シェフィールド出身のサッカー選手。プレミアリーグ・マンチェスター・シティ・ FC 所属。イングランド代表。ポジションはディフェンダー。1997年から、イングランドのシェフィールド・ユナイテッド・ FC のユースチームで、キャリアをスタートさせ、2008年にトップチーム昇格した。11月、ノーサンプトンタウン・ FC に、レンタル移籍し、15日にオールダム。 アスレティック AFC 戦でデビューした。その後シェフィールドに戻り、2009年1月13日、FA カップのレイトンオーリエント FC 戦でデビューを果たした。2009年7月、トッテナムホットスパー FC に移籍した。その後、クイーンズパークレンジャーズ f c アストンビラ FC にレンタル移籍した。2011から2012シーズンより、トッテナムホットスパー FC に復帰。 2012年3月17日、FA カップ準々決勝ボルトンワンダラーズ戦では、ガレスベールのクロスボールに反応し11分に、先制ゴールを記録した。プレミアリーグでは37試合に出場して2得点、1アシストを記録し、ピーフ年間ベストイレブンやピーフ年間、最優秀若手選手賞に選出される活躍を見せた。2012から2013シーズンは、 リーグ戦は36試合 UEFA ヨーロッパリーグや FA カップなどを含めると全50試合に出場しチーム内最多の出場数となった。2013から2014シーズンからは背番号28から2に変更。プレミアリーグ13節のマンチェスターユナイテッド FC 戦では得意の直接フリーキックで先制点を奪う活躍を見せた。 23節のマンチェスターシティ FC 戦では、後半から右サイドハーフのポジションを務めた。12月18日のフットボールリーグカップの5回戦、アストンビラ戦では、自身プロ入り初となるキャプテンマークを巻いて出場した。2016、17シーズンは安定したパフォーマンスを見せ、プレミアリーグの年間ベスト11に選ばれた。二千十七年七月十四日、 マンチェスターシティ FC と5年契約を結び、背番号は2であることが発表された。17から18年のシティの優勝に貢献したことが評価され、移籍後は初の PF 年間ベストイレブンに選ばれた2019年6月19日、マンチェスターシティ FC との契約を2024年まで延長したことが発表された。2019年11月6日のチャンピオンズリーグ、 グループステージのアタランタ BC 戦では、エデルソンの負傷交代、その後出場した、控え GK のクラウディオ・ブラーボの退場により急遽、GK を務め10分間プレー、ルスラン・マリノフスキーの直接 FK をストップするなど、無失点で終えた。2009年2月4日、まだリーグ戦でプレーしていないにもかかわらず、U-19 イングランド代表に初招集された。 U-21 イングランド代表として UEFAU-21 欧州選手権2011に出場した。2011年11月12日のスペイン代表戦、スコット・パーカーと交代で A 代表デビューした。11月15日のスウェーデン代表戦では代表で自身初の先発フル出場、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれたが、怪我のため、 翌2012年に行われた UEFA ユーロ2012への出場を逃した。2014FIFA ワールドカップのヨーロッパ予選にも出場、本戦出場権獲得に貢献した。2016年 UEFA ユーロ2016のメンバーに選出され3試合に出場した。2018年 2018FIFA ワールドカップのメンバーに選出され出場した。 2020年9月5日の UEFA、ネーションズリーグ、アイスランド戦では、イングランドの選手としては、ラヒーム・スターリング以来4年振りとなる退場処分となった。2020年新型コロナウイルスの影響で、プレミアリーグの中断そして、イギリスのロックダウン中にたびたび、イギリス政府が定めた外出禁止令を破ったことが問題になった。ありがとうございます。